こんにちは、Bレジェンドの辻本です。今日は幸福感を呼び起こす筋トレの驚くべき効果についてお話しさせていただきます。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。今日は幸福感を呼び起こす筋トレの効果っていうお話なんですけれども、よくパーソナルに来られるお客様の中で、筋トレを始める前になんか気分が乗らないなと、来るのがちょっと嫌だったっていう風な形でおっしゃられて、いざまあ筋トレが終わった後すごい気持ちよかったと、やっぱりやってよかった、筋トレ最高という風なお話をいただくんですけれども、これがですね、どういうことが起こってるかという風なお話なんですけれども、筋トレっていうのはですね、筋肉をつけるだけではなくて、内面的な要素っていうのも非常に大きく影響します。それにはこの3つのホルモンが影響するからと言われているので、今日はそのホルモンについてご紹介したいと思います。まず1つ目がセロトニンというホルモンです。これは三大神経伝達物質って言われる脳内ホルモンなんですけれども、別名幸せホルモン呼ばれたりします。このセロトニンは日常生活のさまざまなストレスの中で分泌量が減ったりします。でこう分泌が減ってくると不安な気持ちになったり、攻撃的になったりとかですね、気持ちが不安定になると言われています。ただ筋トレを行うことでこのセロトニンが多く分泌されると言われてますので、気分が落ち込んでいる時、不安な気持ちの時も筋トレをすることによって気持ちが切り替えれるということがよくあります。私自身も考え事をしたり、不安な気持ちになった時に筋トレをすると不安感っていうのが軽減されたり感じたことがあります。セロトニンっていうのはね、良い睡眠をするために働くメラトニンっていうホルモンの材料にもなるので、筋トレをしてセロトニンが分泌されることによっていい眠り、快眠につながるので、やっぱ筋トレでセロトニンが分泌することは精神の安定だったり気持ちの高揚には重要なポイントと言います。このセロトニンなんですけれども、筋トレの他にですね、日光浴をしたりリズム運動をしたり笑顔、よく笑うっていうことでも分泌を促されると言われてますので、こちらも参考にしていただければと思います。続いて2つ目、ドーパミンというホルモンですね。これもセロトニン同様三大神経伝達物質の一つと言われています。このドーパミンもですね、多く分泌されるとやる気であったりモチベーションが上がったり、ポジティブな考え方になったりすると言われています。筋トレの後、運動をして汗をかいた後に気持ちがスッキリするっていうのは、このドーパミンっていうのが大きく関わっているからと言われています。このドーパミンが減っていく原因も、セロトニン同様ストレスであったり年齢に伴った原因がで低下するとは言われてるんですけれども、詳しくは分かっていないと言われています。その他このドーパミンの分泌を促す方法としては、音楽鑑賞をしたりとかですね、あと何か目標を達成した時などに多く分泌されると言われてまして、これはやっぱり筋トレなどで、その日一日頑張ったっていう、そういった達成感でモチベーションが上がったりっていうことにつながりますので、こう小さな目標をですねクリアしていくっていうことは大切になってくるのかなと思います。で最後3つ目がエイドルフィンと言われるホルモンです。これは皆さん、一番耳にしたことがあると思うんですけれども、ランナーズハイというのが、このホルモンが関係していると言われていまして、特にですね、有酸素運動などを中心にある一定までは苦しい、しんどいという気持ちが勝つんですけれども、それをですね、継続してある一定まで続けると逆に気持ちよくなったり、こう楽しくなったりというふうに感じると。私自身も走ってる時に集中できたりとか、実際に筋トレをする時でも何時間もなんか集中してできてしまったりっていう経験があるんですけれども、
有酸素運動、まあ、筋トレに限らず、まあ、何かね集中して行うことであったりとか、まあ、お仕事でもそういうふうな、まあ、ゾーンに入るっていう言い方をしたりすると思うんですけど、そういった時はこのエイドルフィンが多く分泌されている状態というふうになります。このエイドルフィンが減っていく原因も様々あるようなのですけれども、ストレスが原因などと言われていて、エドルフィンを上げていくその他のことについては、例えばサウナに入ったりとかですね、まあ、そもそもこう好きなことを行うっていうのも分泌を促すと言われてますので、物事ね楽しく考えて続けていくっていうことは重要になるのかなと思います。今日は筋トレを行うことによって促されるねホルモンのお話3つ紹介させていただいたんですけれども、筋トレは気分を幸せにするトリガーにもなります。私自身もですね、先ほども言いました通り、まあ、何かモヤモヤする時とか不安な気持ちになる時もあります。そういう時はとりあえず筋トレをしようと、トレーニングを、まあ、行えば、まあ、何かね、そのモヤモヤが自然に取れてたりとか、なんでそんなに不安を感じてたんだろうとかっていうふうに、まあ、思う時もありますので、まあ、ぜひですね、皆さんもこの、まあ、ホルモンを知っていただくことで、まあ、内面的な要素っていうのもあるのだと理解していただければなと思います。今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。 B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。また、B レジェンドの公式サイトでも新商品やセール情報をご案内しておりますので、概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。